和泉さん、意気込みを一つ。2勝2敗にしたいです。対しまして、勝ち越しで完全に皆さん見入っております。ごめんなさい敗者の弁は、あ、次は千葉に行きますだそうです。千葉でリベンジということで。今日は魚津からわざわざはるばる、意気込みのほど。頑張ります動画です。アドピー頑張ってね。アドピーチャンス。本日初の女性チャレンジャー、はい、意気込みのほど。頑張ります。あれ、声ちっちゃいですけど。頑張ります。どうでしたか？すごかっただそうです。意気込みは、あー、全然いいよ。意気込みは、やるからにはかなぐらいな感じでそいちゃん気持ちが、名前ちゃう。いや暗すぎですよ。暗すぎ暗いね。投げてる時暗すぎですよ。暗いね。もうちょっと頑張ってこんな感じやもんね、ずっとね。いや、ちょっともう明るく投げましょう、せっかくなんでお疲れ様でした。今日のリボルバーはどうでしたか？1回ちょっと負けちゃったのがあって。マジか。負けちゃいましたね。パーフェクト近いんで練習します。頑張ります。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。おはようございます。今からコインランドリー行ってきます。
行ってらっしゃい。うわ、怖っ。お疲れ様です。今3時。
3時なんですけど、3時半ぐらいに上がって洗濯物終わってから乾燥機なんで、4時ぐらいには終わりそうな感じ。とりあえず休憩。締めっぽいな。あと10分回せば乾くか。乾くと思うよ。あと10分。いい。ラブなミッキーとミニコインランドリーが終わって今帰ってまーす。雨がひどくて運転していただいてます。とさっき自転車に乗ってきたんですけど、なんとちょっと無理やり詰め込んで後ろが閉まらないっていうで、ちょっと頑張って扉を押さえてる人と自転車の絵です。あの見てる方は楽しいんですけど多分しんどいと思います。危ねえ危ねえって危ねえって、なんでこんな裏から来んの。裏行かなきゃダメですよ。裏すぎるだろ。何か一言。しんどいっす。過酷な冒険です。過酷な。ありがとうございます。本人もお疲れ様です。
う寝る準備をそろそろして寝ようかなって感じなんですけど、いつも一日の終わりに、ね、日記を書いてます。1日目は5月28から始まってます。すごい字はあんまり綺麗な方じゃないんですけど、大冒険の記録を残してます。この日記とかもまた、ホームページとかで紹介していくと思うんで、内容はそっちで見てください。じゃあお風呂入って寝ます。おやすみなさい。これ持っとって、持っとって、これ持っとって、じゃあ行くし。頑張れー。私の代わりにチャリ乗ってます。